クワトロエスパーだ。ウルキオラシファだ。俺が歌を歌ったぞ。コメント付きだふん。<laughs> 似合わん。はい。ということで、ブリーチビートコレクションを聞いてくれてありがとうございます。並川大介です。本当にウルキオラくんが言う通り、このキャラソンを歌えと言われた時の僕の感想なんですけども、 びっくりしました。いいのかなと。そして、コメントだえと思ったら、まあ、ほとんどこれから僕は喋るんですけども、あのー、ウルキオラというのはですね、淡々としてるんです。非常に。そしてダークな感じなんです。はい。この、ウルキオラというキャラクター性を歌に出そうということで、ここまでのトーンとリズム感と、 いうことになったんですけども、このね、歌の苦手な僕としてはですね、このゆっくりな歌っていうのは非常に難しいというのをですね、実感しましたね。はい。でも、なんていうんですかね、この、ウルキオラらしさっていうのをすごく追求したキャラソンだと思いますし、スタッフの皆さんもブリーチ大好きで、えー、ウルキオラってこういう感じだよね、みたいなで。僕も、いや、こういう感じだと思います、みたいな。そういう相談しながらやらせていただいたんですけども、本当に、 ウルキオラクには振り回されてます。皆さん。はい。ということで、えー、頑張ったね。で皆さん聞いてください。もっと聞いてくださいね。えー、あとですね、えー、アニメの方もですね、本当にたまに、たまにしか出てこないんですけども、出るたんびに、えー、クールにクールにと思いつつ、そうですね、原作では結構激しいことになってますし、あのー、まあ、その通り行くと思うんですけども、4番目だったんですよね。ウルキオラが。 ちょっとそれは個人的にはショックな感じで、本当にすごいもっと、せめて3番目とかが良かったんですけども、まあ、4番目で、えー、精一杯、えー、頑張っていきたいと思います、えー。あとですね、久保太一先生から、えー、ウルキオラについてアドバイスをいただいたんですね。というのはですね、僕がどういうふうにやったらいいんだろうと、どういうふうに進めていけばいいんだろう、このキャラクターをって思った時にですね、久保太一先生はなんとメールを送ってくれまして、 ウルキオラというのは石だと。石と思ったんですけども、石が喋ってるような感じで、石像が言葉を発してるような感じで、お願いしますというね、こう素晴らしいアドバイスを受いたり、そこでもう僕もなるほどなぁと思いまして、こう常に石、石と思いつつ、俺は石像なんだと、冷静でいなきゃいけないと,という感じで演じさせていただいております。ブリーチという作品。 僕も全力でやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。そして今回 CD を買ってくれた皆様、ありがとうございます。引き続き、第2弾、第3弾が出せるように頑張っていきますので、そして本編の方も、えー、原作の方も、皆さんブリーチ全部を愛していただければ嬉しいなと思います。それではまた、いつかお会いしましょう。ありがとうございました。並川大輔でした。